中国共産党中央規律検査委員会は13日伝統機構グループファー・ルンゴンを弾圧する機関610弁公室の法派前副主任64歳が重大な規律違反と違法行為の疑いで同委員会と国家監察委員会の取り調べを受けていると発表しました。 法師は汚職の容疑で失脚したとみられます。法師は2012年以降、周栄光氏、李東成氏などに続いて失脚した5人目の610弁公室の交換となりました。610弁公室は、党中央邪教問題防止処理領土将組の下部組織として、 1999 10年6月10日に設立されました同弁公室は中国共産党のファー・ルンゴン弾圧直属機関であるため司法制度を凌駕しファー・ルンゴン弾圧に警察や検察軍プロパガンダ機関教育機関などを統括する絶大な権力を持っています。 朱陽紀氏、恩華芳氏と李国強氏の中国行政府の長には同機関への任命権限がありません。過去20年間以上4,600人のファールンゴン学習者が当局の迫害で亡くなったとファールンゴンの情報を発表するミンフィーネットは述べました当局の情報統制のため 実際に死亡した学習者はより多いと見られます。さらに同弁公室はファールンゴン学習者への強制臓器集奪を主導したと指摘されています。アメリカ議会超党派組織、中国問題に関するアメリカ連邦議会行政府委員会 CECC は2011年に提出した報告書で 610弁公室は中国共産党の支配下にある法外の機関でファールンゴン学習者への誹謗中傷、監視、情報収集、思想教育、実刑判決、拷問、殺害を行っていると示しました。中国当局は2018年3月、政府機関改革の一環として、 610弁公室を司法や警察などを主管する党中央政法委員会と公安省の下部組織に格下げしました。これ以降、党中央から地方までの610弁公室は秘密裏にファールンゴン弾圧を進めるようになりました。一方、中国ネット上では現在、 大橋に関するプロフィールなどの情報や写真が当局によって削除されました。ネット検索に残った情報では、法氏は中国青年雑誌社の総編集長や社長を務め、共産党中央対外宣伝弁公室、国家インターネット情報弁公室などで養殖に就いていたことが わかりました。党中央規律検査委員会の十三日の声明で。同氏が六一丸弁公室の高官だったことが。初めてわかりました。中国は十二日に。国連人権理事会で。オーストラリア政府が。人権侵害を犯している。と抗議し。オーストラリアが。 国外収容施設に被護希望者を収容していることを深く憂慮していると主張しましたこの動きは中国政府の強制外交における戦術の変化を示すものです一方アメリカのニューラインズ戦略政策研究所が発表した新たな報告書によると中国政府はウイグル人の迫害において 1948年の国連ジェノサイド条約のすべての条項に違反したことが明らかになりました。中国政府は国連人権理事会に対して声明を発表しオーストラリアの国外収容施設では収容者に適切な医療を提供しておらず 彼らの人権は侵害されていると主張しましまたロイターによると中国政府は声明で「我々はオーストラリアに対し全ての国外収容施設を直ちに閉鎖し移民難民被護希望者そして特に子どもの権利を保護するための具体的な措置を取るよう求める」と述べたということです。 中国はまた2005年のアフガニスタンでオーストラリア軍の兵士が戦争犯罪を行ったという申し立てに対して包括的かつ公正な調査を行うようオーストラリアに求めましたオーストラリアは抗議への回答を求められています一方アメリカニューラインズ研究所の報告書は 中国共産党がウイグル人を根絶するために広範な残虐行為を行っていると結論付けました同報告書の一部は中国共産党がウイグル人のコミュニティ指導者のほかにも計画的に妊娠適齢期のウイグル人を標的にして抗菌していることを明らかにしました またウイグル人を取り巻く状況は生活できるようなものではないとし中国共産党はウイグル人女性に出産防止策を課したり子どもを両親から引き離したり集団収容に似た方法で大量のウイグル人に強制労働をさせたりしているとしました。ヒューマン・ライツ・ウォッチによると 中国は多くの産業的規模の人権侵害を犯したにもかかわらず昨年国連人権理事会に再選されましたトランプ前大統領は2018年にアメリカを国連人権理事会から脱退させました同理事会は人権問題に対する行動が不十分であることそして 中国ロシアキューバベネズエラなどの悪名高い人権侵害国が加盟していることが理由でしたしかしバイデン政権は2月アメリカが国連人権理事会に再加盟することを発表しました今回の中国のオーストラリアに対する抗議の背景には悪化し続ける両国関係があります オーストラリアのペイン外相が中共ウイルスの発生源の調査を求めたことを受け中国政府は昨年5月からオーストラリアとの貿易船を過熱させています貿易船の影響で牛肉ワイン大麦ロブスター木材石炭綿花など様々な輸出産業が打撃を受けました 中国政府は昨年末に方針を転換しプロパガンダ役を担う環球時報を使いオーストラリアの敏感な問題を攻撃し始めましたその中にはオーストラリアが先住民の権利性的暴行の申し立て現地の中国人に対する人種差別戦争犯罪の申し立てなどの問題に 対処していないと非難する社説やツイッターの投稿も含まれます一方、オーストラリアは報復外交は行わず自国の安全保障を強化し中国以外に貿易相手を多角化することに力を注いでいます3月15日、北京の空は 大規模な砂嵐に包まれ、一時的にオレンジ色の空と青くなった太陽という不思議な光景が広がりました。過去10年で最悪と評されたこの写真は、海外メディアでも大きく取り上げられました。イギリスガーディアンやアメリカ CNN は、不気味なオレンジ色と表現し、 イギリス放送協会 BBC やアメリカテレビ局 NBC は週末の空、世界の終わりのような空と見出しをつけました。この日北京の大気汚染度指数 AQI は測定器の検出限界を超え最大値である999を示していました。 この日の大気汚染レベルを正確に検出するにはモニターの測定範囲が不十分だったため実際の値は不明のままとなっています一般的に AQI が50以下の場合は有料100以上の場合は不健康とされていますまたこの日の AQI は東京42シドニー17 ニューヨーヨク26香港66台北87でした15日北京では黄砂が猛威を振るい一日中夕暮れのような景色が広がっていました午前9時の時点で北京市中心部と郊外で粒子状物質 PM10 の平均濃度は 1>, 1立方メートルあたり8000マイクログラムを超え視界は300から800メートルになりました視界不良のため北京空港に発着するフライト数百便が遅延または欠航となりました北京当局はすべての学校に屋外活動の中止を指示しました 中国当局の観測によると、新疆、内蒙古、甘粛、寧夏、先生、山西、河北、北京、天津、国龍港、吉林、遼寧など、12の小、市が交差に襲われ、国土の約5分の1が影響を受けました。台湾の大手ケーブルテレビ局、 TVBS の北京特派員である陳総女氏は15日の番組で「歩道橋の上から見ると北京の街全体がオレンジ色に染まりスモッグがひどい時の灰色とは全く違う」と語りました。ネットユーザーからはまるで火星で目覚めたかのようだ。夜中に息が詰まって目が覚めた。 砂を食べている家の中も外も鼻にも口にも「今日は黄砂の日」といった投稿があふれています台湾東進新,新聞の報道によると15日は最強の黄砂に加えて北京やネイカでは奇妙な青い太陽も見られました。 比較的視覚の良い場所では多くの市民が青い太陽をカメラに収めました。青い太陽現象についてネット上では火星から太陽を見ているようだ。美しい。天候の異変は災害の予兆。など様々な意見が飛び交っていました。